最後の準優勝戦3つ目の第12レースを行います。メンバーは1号艇福岡の関裕也、2号艇福岡藤崎さゆり、3号艇香川の西村道子、4号艇福岡の小葉翔作、5号艇大阪の田中和也、6号艇東京の山本英史、以上6名の対戦です。枠なりの待機です。人気をリードする1号艇の関裕也、63号機はお気に入りの様子です。シリーズ4勝をマークしています。スタートもいいスタート。そして2号艇3号艇は女子レーサーが続いていきます。2号艇の藤崎さゆり、昨日からようやくいいコメントが出てきています。3コースは3号艇の西村道子、27号機伸び足、そして乗り心地も上々、抜群のモーターです。4号艇の小葉翔作、去年の10月に続きまして唐津連続の優勝となりますか、パワーを引き出していきたいところ。14号機です。今日の前半は逃げて初一着でした。5コース5号艇の田中和也、伸びが少し良くなってそれでも人並みとのことです。そして6コースが6号艇の山本英史、6レースは逆転の1着、初1着をゲットしました。進入はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました第12レース、1番、2番、4番、この3艇はかなり突っ込んだスタートとなっています。さあ1周1マークは1号艇の関、2号艇と回って、そして後から3号艇の西村と旋回しました。このレースはフライングがあります。このレースフライングがあります。第12レース準優勝戦、12レースはフライングが出てしまいました。お知らせいたします。1番の関、2番の藤崎、そして4番の小葉、1番と2番と4番この3艇がフライングのため変換欠場となってしまいました。従いまして1番、2番、4番に関する投票権は投票法によっては変換となります。どうぞ船券は大切にお持ちください。今から2周1マークの旋回です。先頭は5号艇の田中和也、続いて3号艇の西村、6号艇の山本となっています。残った3艇の並び、先頭から536の体型です。536の体型。なおこのレースは1号艇の関、2号艇の藤崎、そして4号艇の小葉、1番、2番、4番この3選手がフライングのため変換欠場です。投票法によっては変換となります。どうぞ船券は大切にお持ちください。レースはこれから最終周回です。残った3艇の中でトップを行くのが5号艇の田中です。今最後のバック側、続いて3号艇の西村道子が2番手、3番手は6号艇の山本英史、上位の体型は5番、3番、6番です。この3連単のオッズは 3.8 倍を示しています。ラストコーナー5号艇の田中和也、続いて3号艇の西村道子、6号艇の山本英史と折り返し、第12レースまもなくゴールです。先頭5番ゴールイン、3番ゴールイン、6番ゴールインです。